今回の動画はサムネイル、そしてタイトルにも載ってるように性的な話を非常に含んだものをしていきます。で、まあそういったものが苦手な方とか好きじゃない方はもちろんブラウズバックしていただいて構わないんですが、できれば特に10代の学生の方にね、聞いてほしい内容ではあるので、よかったらこの後もね、お付き合いください。どうも、ハイチです。珍しくね、こういう話をしていきます。で、早速質問なんですけど、皆さん、未成年の女の子、つまり10代のね、女の子が1年間で妊娠してしまう件数ってどれぐらいだと思いますか？少しね、古い情報になってしまうんですが、政府が調査をした数字が出ていてですね、これが年間で約3万件です。3万。これは、中絶した件数、そして出生数、つまり産んだ数ですね。合わせて3万件ぐらい。で、3万って数字を1日の300、まあ、1年間の365で割るとですね、約1日82件10代の子が出産、もしくは中絶しているという現状があります。この数字が多いと感じるか、少ないと感じるかは人それぞれだと思います。自分は、多いなと素直に感じたんですけど、これ、中絶した、つまり下ろしたね、件数と実際に産んだ件数ってどのぐらい違うかっていうと、3万のうち中絶してる件数が約1万7千なんです。1万7千から1万8千件。つまり実際に産んだ数よりも中絶してる方が多いんですね。もちろん中絶した方の中には本当は産みたかったんだけど、周りの反対だとかで産めなかった、状況的にお金もかかるからね、周りが許してくれなくてできなかったという方もいるでしょう。けれど、多くの方が望まぬ妊娠だったから下ろすという、そういう結果になったに違いないのは間違いないと思います。なので、今回は避妊について少しね、掘り下げて話していきます。避妊と聞いて一番ピンとくるのはおそらくコンドームなんじゃないかなと思うんですね。あとは女性が飲むピルっていうのもあるんですが、今回はちょっとコンドームに、スポットを当てて話をしていきます。なぜかっていうと、これは自分の、実際に、まあ、教えてた生徒ですね。昔塾講師の時の生徒にもいましたし、今でも、メールで相談もらったりすることでもあるんですが、みんなのね、彼氏だったりとか、好きな相手だね、好きな人だったりとか、セフレの方もいるとは思うんですけど、男の中でその性行為をするときにゴムをつけなくてもいいじゃんっていうやつがいます。少しね、話がそれるんですが、なんでこの動画を夏休みのこの前のね、この時期に投稿してるかっていうと、夏ってね、やっぱり開放的になります。服装が薄着になったりすることも、まあ、いろんなことが加味してるんだけど、開放的になるので、そういった、まあ、男性の要求ね、ゴムなしでもいいじゃんっていう要求を、まあ一回ならいっかみたいな感じでイエスを言ってしまう確率が上がるそうなんですね。で、今回それをちょっとでも防げたらいいなって、女の子の中で意識が少しなんかストッパーになってくれたらいいなと思って、今回実はこの動画を撮ってるっていう経緯もあります。で、話を戻しましょう。以前ですね、俺のこと好きじゃないのっていう動画を撮ったことがあります。これはネット彼氏ですね、のトラブルの話をしたんですけど、まあ、ネットで仲良くなった人がこう、まあ、ネット上で付き合ったりした時にだんだんエスカレートしてって、下着姿を送ってよとか、裸の写真を送ってよみたいな話になってトラブルになるっていうのが実際いっぱいあるんだけど、で、それとすごく似ていて、今回のゴムをつけない、コンドームをつけないでいいじゃんっていう男も同じことを言うそうなんです。俺のこと好きじゃないのって、いいじゃんっていう要求にイエスを言っちゃう女性のパターンって主に2つあるって言われていて、まず1つが男の人、男性に好意がもうがっつりハマっちゃってる人、もう好きで好きでしょうがないみたいな、その人しかいないみたいな、どっぷりハマっちゃってると、その人に嫌われたくないから、もう言われるがままに応じてしまうっていうのがまず1つのパターン。で、もう1つが自暴自棄になってしまってる女の子ですね。もうどうでもいいや。私の人生なんて別にいいことないし、どうでもいいよ、こんな体っていうんで、受け入れてしまう。まあ妊娠したって別にどうしようもないし、私の人生なんてみたいなね。未成年のうちって自分もそうでしたけど、やっぱり気持ちの浮き沈みが激しかったりとか、まあちょっとね、気分が病んでしまったりする時もあるわけですよ。で、そのタイミング、一番病んでる時のタイミングにそういう風に男に言い寄られて必要とされてる気がして、まあ言われるがままに受け入れてしまうと、その瞬間は確かにもうどうでもいいかもしんない。でも、みんなの人生が10年後20年後どうでもいいかわからないよ。もしそれで妊娠してしまったら10年後後悔するかもしれない。
中絶したとしても妊娠出産したとしてもね、どちらにしてもね、そういうパターンもたくさんあるし、そういう人もたくさん見てきたんだよ。話がね行ったり来たりして申し訳ないんだけど、コンドームってつけてれば大丈夫、絶対避妊できるって思ってる方結構いるんだけど、実はそんなことなくって、まあサイトによってね数字は変わるんだけど、避妊失敗率、つまり避妊ねを失敗する確率ってコンドーム約 10% あるって言われてる。まあ 8% とか、まあ、12% とか書いてるところもあるんだけど、約 10% なのね。で、最初に紹介したピルです。女の子が飲むピルに関しては、ものすごく避妊確率が高くて、ほぼ 100%。失敗率が多分 0.1% とかじゃないかな。1% もないって。じゃあそっちがいいじゃんって思うかもしんないんだけど、これ、副作用があったりするっていうものもあるんで、実際。ないものもあるらしいんだけど、ちょっと詳しくなくてごめんね、そこはね。だからそれはちゃんと調べなきゃいけないんだけど、まあ女の子の体に若干負担をかけるものもあるので、その一概にね、そっちやれよみたいな言えないところはあるんだけど、まあ今回ね、覚えててほしいのは、コンドームは万能じゃないっていうところはまず覚えておいてください。で、最後にね、伝えたいのは、塾講師やってる時、割と自分やんちゃな男の子を生徒に持ってることが多くて、で、まあこういう話ね、普通にそいつらにしてたんだけど、ゴムをつけずに性行為したって絶対妊娠するわけじゃない。確かにそうなんだ、それは。そうだし、あとは、ゴムをつけなくても中で出さなきゃ大丈夫みたいな、言うやつがいるんだけど、いるんだけど、確かに 100% じゃないよ。そういうことをしたってゴムをつけなくたって中で出さなければ、妊娠しないこともある。でも妊娠率は上がるわけ。そしたらで、妊娠したら責任取れんのって話なんだよ、男は。で、今まで自分の同世代もそうだし、まあ聞いた話とかもいろいろあるんだけど、男はほぼ逃げるから、ほぼ 100% 逃げるよ。俺のこと好きじゃないのとか、いや妊娠したら俺が養ってやるからっていうやつに限って逃げるから、いざとなったら。だから女の子は一度きりの人生です。妊娠してしまって、まあ、傷というか、心の傷もそうだし、まあ、肉体的にね、苦痛もそうだし、追うのは 100% 女の子だからね。そうなっちゃってからじゃ遅いからさ。だから、ぜひね、ちょっと頭の片隅でいい。いざそうなった時ってさ、時に恋愛でもこうなっちゃった時ってさ、いろいろ考えられなくなっちゃうんだけど、なんか一つのストッパーというか、止まる要素になってほしいなと思って、今回ね、撮らせてもらいました。ちょっとね、こういう話で申し訳なかったんですが、まあ、ここまでね、本当にご視聴いただきありがとうございました。